それでは今回は億を稼ぐ勉強法について解説していきたいと思います。本を読んで貧乏になる人と金持ちになる人の違いを解説していきたいと思います。まあ、こういった方が最近多いです。知識メタボの人ですね。今っていうのはインターネットのおかげで誰もが簡単に知識を得ることができるようになってます。総務省の研究によると情報の流通量っていうのが過去10年間で530倍になっているっていうデータも出てます。知っているとできるっていうのは全然違います。今僕たちの知識量っていうのは一昔前に比べて何倍何十倍になっているけど、目の前の現実を変えるという結果においてはなんだ変わりない人がたくさんいます。こういった方ってたくさん多いです。ダイエットオタクの太った男性とかです。例えば糖質ダイエットとか筋トレダイエットとか様々なダイエット方法を知ってるのに彼らは全然痩せないです。要は知っているとできるっていうのは全然違うってことをしっかり理解することはまず大事です。この知識メタボノウハウコレクターの状態を脱出するっていうことがまず最初に伝えたいんで、しっかり勉強しても学びをしっかり成果に変えなければ意味ないと。知ってるとできるっていうのは全然違うってことをしっかりと理解することが大事です。この本のメインテーマで書かれているのが億を稼ぐための6つの学習キーワードです。このうち僕の方でこの5つに関しては絶対に押さえておいた方がいいと思ったので、この5つについてまず解説していきたいと思います。まず1つがカスタマーサクセスです。カスタマーサクセスとは顧客の成功っていう意味です。この顧客の成功イコール自分の成功として2つのベクトルを合わせていくことが非常に重要です。お金を稼げる人と稼げない人、収入が高い人と低い人の一番の違いがこの仕事のベクトルです。仕事のベクトルが自分に向いてる人は絶対に仕事ができるようになれないです。自分のためにお金が欲しいとか自分のために働いてる、自分の生活のため、常に自分中心の人っていうのは常に悩みが増えて余計な勉強でお金がかかったり出ていく一方となります。ビジネスの基本っていうのはお客様満足度を上げることがもう全ての仕事の基本になってます。お客様を成功させることを無視して自分の成功にベクトルが向いている人っていうのは一生仕事に結果が出ないと、ことをまず認識することが大事です。あなたの年収とか報酬っていうのは全て顧客満足によってもたらされていると、これを深く自覚することが大事です。なので顧客中心の仕事ができる人はどんどん稼ぎが増えます。要は周りの人を成功させるのが一番の成功法則だと理解することが大事です。続いて2つ目が成功ノートです。周りで結果が出てる人の多くの人が成功ノート、要は書くことをしっかりやってます。アウトプットです。この YouTube のコメント欄でもいいですし、しっかりと書くと。このアウトプット力が高い人がやっぱ仕事で成功します。じゃあこの成功ノートっていうのは何かっていうと、自分が成功するためのノートを書く人は失敗するってことが書かれてます。顧客がどうしたら成功するのかをひたすら書き続けると。商売の普遍のルールは先ほども伝えた通り、顧客に価値を与えた人がその対価として報酬を受け取ると。これが仕事の基本です。なので成功ノートで顧客の成功を定義すると、皆さんがやってる仕事のお客様の成功って何なのか、どういったメリットがあるのか、そういったことをしっかり定義付けして、どのようにすればそれが実現できるのかについてしっかりと書くことが大事だと。億を稼ぐ勉強、この著者が言ってること一貫していることは、顧客を成功に導くための勉強じゃなきゃ意味ないと。自分の成功じゃなくて顧客の成功に導く勉強をしっかりすると。すごくいい名言が書かれてて、人は自分のことを考えると悩み、顧客のことを考えると知恵が出ると。自分のことばっか考えてる人っていうのは一生自分に悩むけど、お客様のことを考えるとどんどんこうした方がいいな、こういうことしたら喜ぶなってことを考えれるようになるんで、しっかりと顧客ベースの成功ノートを書くことが大事です。続いて3つ目が一人 PDCA 会議です。PDCA っていうとよくまあビジネス書とかにもたくさんあるし、会社でよく言われてると思います。これらを一人でやるっていうのがここで書かれていることです。まずプラン、自分と顧客の成功は何なのか、なぜそれを成功したいのか、具体的な行動計画、まずしっかりと理解すること。で続いて Do、 そのために今日何をやったか。3つ目チェック、良かった点、改善点は何なのか。でアクション、明日行う効果的なアクションは。これらをしっかりと毎日自分と会議するとことが大事です。続いて4つ目、メンターによるフィードバック。
例えばメンターっていうのは何で必要かっていうと、もし目指す山があるとすれば適切な方法で登っていきたいじゃないですか。メンターっていうのは登山のガイドのような存在で、あなたが登りたい山をすでに登ってきた人のことです。自分自身で自主学習して一人 PDCA 会議を回していくことはもちろん大事です。しっかりこういった動画を見たりとか本を読んだりとか、自分の目標は何なのか、今日何をしたのか、どうしていけばいいのか、これらもちろん大切なんですけど、高みに登るには登ったことのある成功者、経験者、実績者、メンターのフィードバックが非常に効果的なんで、しっかりともし皆さんの中に目標がある、結果が出したいっていう夢がある方であれば、結果を出している人のフィードバックをしっかりともらうことが大事かなと思います。続いて5つ目、学びと成長のコミュニティに入るってことです。結果が出ている人っていうのはコミュニティに所属したり主催をしているケースが多いです。学びと成長を加速させる一番の原動力っていうのは主催者の実践です。僕が成功した理由としても、実際その下の人を指導したりとか、自分が前に寝てこうやって話をしたりとか文章を書いたりっていう、要はコミュニティの所属とか主催をしているから結果が出た、学びを得て成長したっていう部分は実際あります。やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、褒めてやらねば人は動かず、これは日本の海軍大将であった山本五十六の名言です。リーダーである自分自身が実践しなければ誰もやろうとはしないと。なのでしっかりとリーダー自身が実践してその姿を見せていくっていうことが、学びと成長を加速させる一つの理由になってます。で、続いて否定についてです。現状を強烈に否定しろっていうことがこの本では書かれています。幸福な人生を送るには自己肯定感はとても大切だと。幸福な人生っていうのは今日幸せだと、幸せに生きるには自分はなんて価値がある人間だって思うことは大事だと。ただし人生を変えると、年収を圧倒的に上げるとかで、そういった人生を変えるには自己肯定感だとダメなんだと。健全な自己否定が必要だと。今って最悪だと、こんな自分を捨てたいと、こっから生まれ変わるにはどうしたらいいんだ、俺なんてなんてダメなんだ。健全な自己否定です。健全じゃなきゃダメです。俺はダメなんだって言ってずっと落ち込むんじゃなくて、絶対に今の俺ダメだからマジでなんとかしなきゃなっていう健全な自己否定が大事だってことが書かれています。嫌いな自分に今日から葬式をあげることが大事です。人っていうのはみんな多重人格です。だらしない自分がいたりとか、自信がない自分がいたり、一方できちんとした自分、やる気のある自分、すごい楽しむ自分、要はどの人格でいくのかを今は選ぼうと。もうこんな自分は嫌だと本気で思えたら、嫌いな自分の葬式をあげて、もうやる気のある強烈な自己否定がある、やる気だけがある自分だけを作ることは大事だと。幸せに生きるのと人生を変える方法っていうのはまず違うっていうことをしっかりと理解することが大事です。今日平和に生きるんであれば、今ってすごい幸せだよと、普通に働けてるし家庭もあるし、まあ、食っていけるし全然いいよって思うことは大事だけど、今現状から理想に向かうには自己否定をしっかりするってことが非常に重要じゃないかなってことが書かれてます。で、この本の中には、あなたが1億円プレイヤーになっていない11の理由っていうのが書かれてます。まあね、実際に本を読んでいただいて全てチェックしていただくのもいいと思うんですけど、僕の方ではこの中で重要だと思った3つについて解説していきたいと思います。1つ目が、仕事が好きじゃない人ですは1億円プレイヤーになれないと。これ実際自分もそう思います。この著者っていうのは投資のセミナーで経済的利益を手に入れてリタイアしましょうっていう広告を見たと。で、そこに参加している人っていうのは一生1億円プレイヤーになれないってことがこの本では書かれてます。要は仕事をリタイアするっていうのは、もうまさに仕事が嫌いな人の労働感じゃないですか。仕事早く辞めたい、こういう人っていうのは一生成功しないと。実際若く成功してリタイアした人の話を聞くと、セミリタイア、要はね、リタイアですよね、仕事をリタイアしている人の声、僕も聞いたことあるんですけど、相当苦しいと、つまんないと。要は世の中に、今までビジネスでバリバリやってきた人って世の中に価値を提供しているのに、辞めたことによって世の中に何も価値を生み出していない、この虚しさが辛かったりとか、あとはね、リタイアして世界一周に出かけるともうすぐ飽きるとか、要はここすごい重要だと思うんですけど、セミリタイアする人ってのんびりしたいとか、楽しく家族の時間を作りたい人が多いと思うんですけど、友人とか家族と味わえる楽しさや幸せとビジネスで人に役立てる楽しさっていうの、全く別物なんですよ。だからプライベートの幸せと仕事の幸せ、この両方がないと絶対に1億円プレイヤーになれないと。なので、しかも今は好きなことを仕事にしようっていう仕事、いや楽しいものっていう労働感って増えてると思うんですよね。
あらゆる仕事っていうのは自分で選ぶことができるっていうことをしっかりと理解して、誰かにやる気を上げてもらうんじゃなくて、自分の燃えたぎる気持ち、絶対に年収1億円プレイヤーになるっていう、この自分でモチベーションを上げられるような人格になることが非常に大事だってことが書かれてます。その一つがまず仕事を好きにやると。仕事が嫌いな人、早く辞めたい人っていうのはもう根本が間違ってるんで、仕事大好きだから一生やっていきたいって思うことが大事なんじゃないかなと思います。といって2つ目が自分のことばっかり考えていると。億万長者の教えで、この著者が一番心に残っている言葉があると。それっていうのは、成功と幸せを明確に区別しなさいと。幸せは自分一人で今すぐにでも感じられると、言っちゃえば酒でも飲んでたら今日幸せだとか、焼肉食ってれば今日幸せだとか。一方ビジネスにおける成功っていうのは、全て顧客によってもたらされると。自分のことだけ考えて成功するのは不可能だと。つまりずっと自分にベクトルが向いていては、顧客が不在で一生成功できないということです。なのでこの本とかこの動画で僕が一番伝えたいことっていうのは、もう自分のためだけに勉強するのはやめてくださいってことです。自分のことを考えるほど人間ってのはやっぱ悩むし、顧客のことを考えればどんどん知恵が出るんで、自分のための勉強じゃなくてお客様のための勉強をしっかりするってことが、この本でも強く書かれているし、僕からも一番伝えたいことだかなと思います。で、顧客っていうのは自分の幸せや成功のためにお金を払います。得られる価値に対してお金を払うと。この価値そのものに高い安いとかではなくて、価値があれば高くても喜んでお金を払います。高級な車買う時もそうだし、何か高いブランド物を買う時もそうだし、価値があったら払うんですよね。じゃあこのビジネスマンっていうのは、じゃあ何しなきゃいけないかっていうと、自分の価値を上げなきゃいけないですよね。なので勉強って何かっていうと、顧客価値を高めるためのインプットとアウトプットだし、じゃあ成長って何なのか、自己成長、これは顧客に価値を与えることって捉えるべきだし、じゃあ報酬、年収っていうのは何なのかっていうと、顧客価値の対価として受け取るものだとっていうことをしっかりと理解することが非常に大事じゃないかなと思います。で、最後3つ目、1億円プレイヤーになれない理由の3つ目が、お金のことばかり考えている人です。プロフェッショナルの仕事をしている人っていうのは、知恵とか技術とか信頼をお金に変えています。要はこういった無形資産ですよね。こういった無形資産、常に日々学ぶとか成長するとか、相手に何かたくさんいいものを与えれるとか、この目に見えない無形資産、自分の価値、自分の成長をどんどん高めれる人じゃないと成功しないと。お金のことばっかり考えてる人っていうのは、金に目がいってるんで、この成長とか価値を与えるとか、知恵を与えるとか、信頼を得るとかっていうところにフォーカスしてないんで、今すぐお金ばかり考えるのはやめて、顧客中心に思考を変えて、しっかりと自分が成長してお客様満足度を上げれるための勉強をしっかりすることが、非常に重要じゃないかなと思います。この本はね、実際この時給900円から1億円プレイになった人の勉強法なんで、この日々、皆さんもね、この動画見ていただいて勉強してると思うんですけど、多分自分のためだけ勉強してる人って結構いると思うんですよ。自分は頭良くなりたいなとか、優秀になりたいなとか、そっからちょっと一歩ベクトル変えて、カスタマーサクセスですよね。こう勉強することで自分の周りの人を成功させると、会社のためになるとか、従業員のためになるとか、部下のためになるとか、お客様のためになるとか、そういう風に意識して変えるだけで、全然そのやる気が上がってきたりとか、知恵がどんどん出てくると思うんで、しっかり勉強法の根本を変えることがすごい大事だと思います。自分中心に勉強する人は貧乏になって、顧客中心に勉強する人はお金持ちになって、貢献して社会的にもね、信頼されるような人間になるわけなんで、しっかりとこの勉強のベクトルっていうのを変えることが、この本と動画で一番伝えたいことなんじゃないかなと思います。この動画見ていただいて、感想とか気づきとか、またこのコメント欄にぜひ自分の学んだことっていうのをアウトプットするといいと思います。またチャンネル登録、評価ボタンをクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。